いちまるのムジュマリクッキング、イエーイ。こんにちは、いっちーです。なずです。そして井上さなこです。イエーイ、よろしくお願いします。本物、本物、本物、いるわ。本物は見えないですか。じゃあそれね、そのネタ信じてくれないのよ、みんな。え、そうなんですか。そう、え、友達なんだよ。10歳ぐらいか、私が。そうだよ、まだ制服だったし、私も10代だった。はい、今日はね、この企画読んでいただきましてありがとうございます。いや、受けていただきまして、ありがとうございます。やった、楽しみ。いや、あの、その子の話題は結構、私の動画では結構出すよね。うん、歌もね、歌ったりとか、ね、あの、してるんだけど、うん、本人登場ということで、ありがとうございます。なんでそんな硬いの。すごいこれ。でもまあ、その、うん、なんていうの、猫かぶりが取れるみたいな、うん、企画ですよね。取りましょう、取りましょう。はい、嘘だと思って思われてるやつ。もうこれが今日はガチンコ、ガチンコですよ。ガチンコ今日はその子も参戦ということで、3人で楽しい企画をやっていきたいと思います。その名も、1年の無茶ぶり英語クッキングということで、今回のルールは、じゃんけんでまず順番を決めます。そして負けた人から順に英文で書かれたレシピに従って料理をしていきます。出番以外の人は横で見ててください。で、お話とかはしてもいいんだけど、まあ、レシピに関するヒントになることとかは言ってはいけません、うん、それ以外のことは全然大丈夫です。英語は2人とも得意、この人は違う。英語は得意ですか。全然。あれ、でも英語の歌とか歌ってる。英語の歌詞の歌もあるんですけど、うん、あの、もう全然わからないです。わからないです、正直。いや、もうね、あの、みんなが知ってる井上その子じゃない部分を今回はもう炙り出していこうと思ってますので。そう、もうね、一ノ瀬ハウスに来た頃には感じですよ。そうなんで出していこうと思ってます。英語がわからなくても大丈夫です。ヒントカードがね、今回用意してます。封筒のタイプが3タイプ、まあ、見た目は一緒なんだけど、うん、ヒントがチープ、ノーマル、グレートの3つあります。で、うん、使うまで中身はわかりません。チープ、ノーマル、グレート、それもまた英語なの。チープっていうのは、チープはその低いってことです。低い、はい、低いっていうのはあまりわかりにくい。多分そうだろうね。わからないヒントが低い。で、グレートはめっちゃわかりやすい。多分そうだと思う。この3つのヒントがあるので、この3つを3人で使いたい時に使えるって感じです。そうですね、はい、1人4回の出番があるので、ヒントカードはそのいずれかのタイミングで使うことができます。使いどころは自由です。それでは準備はよろしいでしょうか。はい、それではヒントカードをまずね、取り合うじゃんけんしていきたいと思います。で、負けた人から順番に料理をしていきます。それでは最初はグーじゃんけんパン。あー、行こうでしょ。これで料理は私から始まるって決まったんですよね。そうだね。最初めっちゃ切るのとかやるんですよ。最悪だよ、もう。ヒント引くから手マジで気をつけてね。私すぐ切っちゃう。やめて、やめて、やめて。最初はグー、じゃんけんぽい。よし。じゃあ、2つ目もらいます。2つ目、じゃあ、これラスト。それじゃあ、早速やってみよう。助けないからね、これ。ファーストステップ。プレ、プレ。ちっちゃ。え？プリペア？なんて読むの？マジわかんないな。カットビーフロース。ロースだ！わかんねえ、どっちがロースだろう。ロース、ミート、that is easy to eat。 え、ちょっとよくわかんないな。easy to eat 食べろって？確かに、ミート。イートって書いてある。でも、トゥーがあるからね。イート、トゥー、トゥーがついてるから、カットビーフイート。食べちゃった。あ、分かった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 。食べるために簡単な、大きさにカットしようみたいなことだ。だから、ロースはどっちかなっていう話で、これロースじゃない、下げだな、こっちだ。え？多分そう。ロースは多分、これはちょっと違うな、カルビっぽいな。カルビか分かんないけど。違うな、なんか違う。雰囲気で、雰囲気でやりますからね、もうこれ。すいませんね、これでね、じゃあもうこれですごい、いいね、頑張ってるよ。ダサ、ちょっと頑張ってるよ。適当にやろう。
なかなか見れないよ、その子が料理するとこってなかなか見れないよ。歌ってるとこは見てるけど、てか何のご飯作るかも分かんないのに、分かんないから、プレプレプレそこ引っ掛けてるね。だって姉が料理名ってことはないんですかね。それはないね。あ、じゃないんだ、うん、じゃあ食べやすい大きさだからもうこれぐらいでね、これぐらいにしていいんじゃない、切りますよ。食べられればね。そうだよ、これで、うん、切って、これも全部、いいじゃんいいじゃん、全部一旦切っとこうかな。じゃ あ包丁使いは、ね、うんうんうん、心配なさそう。本当ですか。うん、これもいいんじゃないですか、うんうん、はい、うん、あ、いいんじゃない。じゃあこれ、うん、ちょっと一旦戻します。ここに置いとこう。もう結構細切れだね。結構いいんじゃないですか。 OK、 よし、おしまい。それじゃあナルいきます。でも上の文字変わってないよね。ファーストステップの中のってことじゃない。あ、そういうことの文章で分かれてるんじゃない。カットポテトーズ、ポテトーズイントゥイントゥスライスライスリーラーラージドバイト、どこどこにサイズ、バイトサイズ、チャンファーソーザポテト、めっちゃポテトやん。ダンドンツシマー、え、ダズン、あ、ダズンだ、ダズンとシマーブレイクダウン。ちょっと待って、なにこれ、でもね、ポテトカットすんのは分かった。ポテトカット、イントゥースライス、カットしてスライスしていい、イントゥースライス、え、何、ブレイクダンス、ブレイクダンス、ブレイクダンス、あ、このままでブレイクダンス、なわけ、なわけ。ラージドバイトサイズ、大きめにスライスしろ。ラージドがないんだよ、頑張るね。ラージャーかな、うん、めっちゃ頑張って、これさ、スライスしろって書いてあるの。やだ、むくの怖い、気をつけて、気をつけてください。じゃがいも食ってるの、あ、メモ取って、あ、そうだね、僕だからね。やだ怖い、頑張れ。このドキドキに見守りたい、こっち、ね、向いてるだけだからね。確かに、ちょっと、いや、歌を歌って応援しよう、その子の歌を歌う、いいですよ。なんでよ、何にもないですよ、そんなのがいいじゃん。なんであるよ、いっぱい。じゃあ、歌を聴いたらその子歌も、そう、いや、ありがとうございます。私はね、夏恋が好き。あ、君のことが大好きな、応援してくれてんの、応援してくれてんの、応援してくれてんの、自分がいい、アイドル、アイドルだから、本人アイドルだから。なんかずっと、じゃあ自分が大好きな彼の、うん、なんか実家に行って、やっぱりシュートマさんにしごかれるそうなイメージ。わかる。お味噌汁とかにすごい怒られて、あー、出汁が出てないじゃない、あ、ちょっと待って、一曲できるこれ。一曲できる。一曲できるよ。あんなこと言ってたけど、みんな、俺はそういうところが好きだよ。はい。いい。いいな。その子ちゃんはさ、自分で歌も作るわけじゃない。歌詞とかってどういう感じで作ってるんですか。そういうこういう妄想とかですね。へえ。あれ聞きたい。歌詞からか曲からか。あ、歌詞なんだ。歌詞なんだ。曲の場合も全然あります。ってやりやすいのは、はい、あ、なんかこう歌詞と一緒にサビのじゃあなんかじゃあ鬼面の部分が出てきたりすると、そこからこう派生して作ったりとか、サビはサビだけで作ったりとかします。じゃあまずバイトサイズが想像しなきゃいけないよね。バイトサイズが大きいから。あ、バイトサイズか、社員よりは小さい感じなの。雇用形態。完全に雇用形態を考えてる。一口サイズだったらさ、ワンマウスみたいなもんだったよね。ワンマウスって何？ねえ、一口。でも私はそれ多分食べやすいお薬みたいなのだったから。ああ、そっか。とりあえず私の思うバイトサイズに切るね。オッケー。奈良の思うバイトサイズです。これが。奈良の、うん、バイトサイズ。バイトサイズ。これが社員サイズ。あ、それでかめだね。バイトサイズ。バイトサイズの方がいいな。まるまる1個は、ね、あの社長とか課長クラス。そうそう、これは社長サイズ。正社員が、そうそう、半分で、今バイトだから。じゃあこれで、そうですね、工程は。でもまたブレイクダウン。
確かに残ってたブレイクダウン。ダズンとダズンとダズンとシーマーシーマーシーマーブレイクダウンブレイクダウン泳がせ泳がせ休みさせないみたいな。水どこに泳がせ本当だよね。そのぐらいに突っ込めた。スリムじゃないよあれ。チャンパーチャンパーチャンパーチャンファーソーザットポテトダズンとシーマーブレイクダウン。じゃ休ませないからちょっと危機感目に持ってみた。これみんな今休んだらドーッとしちゃうけど休んでないからキュッてなってるから。以上です。マジで。それじゃあ私行きたいと思います。お、なんか短くない？短っ。あ、プレパーだよあれ。プレパーザプレパー、あ、上のイングレーディンツ、わかんない。イングレーディンツみたいな。わかるって言ってたから、ちょっとわかっちゃったかも。ですピールザキャロット、キャロットの皮を、あの人参の皮を剥いて and cut into クォータースライス。カッタースライスなんて読むの、まあ、スライスするってことだよね。でも分かった。切る。分かったんだ。いや、切り方分かった。さっきの読み方言ったって。クォーター、うん、あ、でもクォーターってことはクォーターはハーフじゃなくてもう一個いくってことか。4等分だ。絶対そう。きた。おお、すごい。なるほど。じゃあいらないとこ切ります。絶対やばい。危ないっすね。怖いよねこれ。マジで、え、怖い怖い。そんな切り方する、そんな。ねえ、立ってんじゃん。危ない。育ちだよ。でもお母さんこうやってやってた気がする。そう、そうなの、うん、で、なんかデコボコするんだよ、周りが。確実に安全だよね。うん。あ、でも難しいのか。薄くはむずい。あ、でもなんかケバブみたいじゃない。確かに。ケバブ。こう？でも一応こうで多分、いや、あ、でもこうで、あ、違う違う、こうで多分行って、そして土台を作った方がいいんじゃないですか。あ、でもさ、でもさ、こうの方がよくね。確かにそう。あー、また剥き方はそうなんだ。そうよ、剥き方はそうなんだ。安定感は増したね。面白いな。スピード速くない？小刻みに揺れて。OK。 あ、いい感じ、いい感じ。向けました。なんかもうそこに美を感じてね。綺麗、めっちゃ鉛筆みたいで、めっちゃ綺麗ではある。はい、マジでこれ子供見てるんですよ。見てます。猫の手もしない。でね、ちゃんとね、押さえた方がいいから。よいしょ。はい、これがハーフです。今あ、ハーフサイズ。そう、これハーフだから、こっからクォーターにします。クォーター、いいの、クォーター、スライス、こんな感じで。どんぐらいだろう。でもセンチが気になる。確かに1センチぐらいでいきます。お、オッケー。はい、ということで私のところはこれで終わりです。いきます、お願いします。お、短っ。カットザオニオンイントゥアコンブ。マジでイントゥアコンブ。え、なコンブの中に。一番いい読みがでしたっすよ。え、昆布？昆布なの？本当は昆布。とりあえずカットザオニオンしてく？もう本当にわからない。ね？あ、いいよいいよいいよ。手際はめちゃくちゃ。うん、あ、じゃあ剥いてこっか。もうなんか昆布って読めちゃうもんな、確かに。昆布。なんなんだろう。なんなんだろうな。どうやって切ったらいいのかもわからないもん。そうなると。確かにカットとしか書いてない。やば。さっきまでね、めちゃくちゃスライス、うん、スライス言ってたもんね。あれ？ね、バイトサイズとかあったのに。うん、ね。急に。ショック。あ、いいね。いい感じ、いい感じ。うまい。おお。すごい。じゃ、いいじゃん。上手上手。よし。玉ねぎさ、皮むいてるとどんどんなくなってくる。やりすぎるとでしょ。すごいちっちゃくなってくるね。え、どうしよっかな。この昆布みたいなやつ、どういう意味なんだろう。昆布。イントゥア昆布って呼んでる。イントゥア。昆布に入れんの。どうしようかな。どうしようどうしよう。なんかこんだけ書いてないと、うん、以下同文みたいな気持ちにもなる。あー、確かに。これまで言ってあるからね。なんかとりあえずじゃあ一口サイズというか、こういう食べやすいサイズですよ的な。あー、
気持ちにもなる。こんだけ短いと。昆布？何昆布？もう行きますか。行っちゃう行っちゃう。あ、いい香り。もうとりあえずこう一旦切っといて。そうだね。こういう形なのかな。いやありえるよ。それもありえるよね。何のためらいもなく切って。あ、でもいいと思う。いいと思う。なんか他も結構切ってるもん。え、これだと細いかな。もうちょい太く。もうちょい太くいってみよう。いやいや試行錯誤で。もう分からないけども。もうすごい包丁のさばきすごいよくない。え、早い早い。いい。うまい。雰囲気でしか読めないな。まだヒント使ってなかった。あ、そうだ。本当だ。でもあと2回あるからな。そっか。最後決めといたし。よし、ということで。よし。本当昆布なんだったんだろうな。2回目いきます。あ、また短いよ。またカットするじゃん。カットボイ。ボイルドグリーンビーンズインハーブ。グリーンビーンズ。グリーンピース、グリーンビーズをカットボイルドインハーフ。え、でもさ、この文章的にこれカットするわけなくない？じゃ絶対こっちじゃん。グリーンビーンズ中に入ってる。あ、そうだ。カットボイルド、あ、ボイルした後にカットしろ。ボイルドグリーンビーズって名前なんだと思う。なんだと思った私ね。そういうこと。グリーンビーンズだとそれになっちゃうんだよ。あ、そっか。ボイルドグリーンビーンズ。グリーンビーンズ。うん、なんかボイルした感じはあるよね。そうだね。で、それをおハーフが半分にカットされた。めっちゃ簡単じゃん。いや、教えてもらったけど、すごい。すごい教えちゃってる。おー、え、本当おしまいや。おしまいだ。それでは、2回目の1いきます。おい、長い長いね。めっちゃ長い。めっちゃ長いやんこれ。はい。パスサラダ、サラダオイルインテューザポット。ポット、わわわわわわ、ポットやん。はい、ポットに。これも結構あります。あ、ほんとだ。あ、でもこれにはさ、オリーブオイルなんだっけ、サラダオイルは入れないよね。サラダオイルを、引きます。ヒートオンだから、加熱させる。ミディアムヒート中火、and fry beef roast meat。 あ、さっきその子が切ってくれたロースを入れますと、はい、で、when the meat change color、 だから、色が変わったら、変わった時に、これ入れるみたいなやつで、多分、ポテイトーズとキャロッツも、あとオニオンも in this order and fry、入れるって感じかな。きっときっと入れるって。よし、はい、分かった分かった。これいけますね。さすがすぎる。よし、これすごい。こんな私よかったもん。そこの時間じゃなくて。じゃあもうね、多分じゃあ、多分いらないから、もうこれかけてもらいましょう。まずサラダ油を引きます。はい、中火にかけてロースを入れる。はい、中火。はい、で、これだ。油多かった。すごいひたひた。でもほら、フライって書いてるから。そうだ、フライ。揚げんの。もう揚げましょう。揚げま、揚げましょう。じゃあまずお肉を中火で炒めます。いい音。色が変わるまで。さあ、変わったら、人参とオニオン、人参、ポテト、人参、玉ねぎを入れると。あー、もう全部入れるんですかね。でもあれ、ボイル、なんだっけ、ボイルグリーンビーンズは入れないっぽい。あー、もう分かったわ。料理、私も分かった。もう分かった。だから玉ねぎも油でかっ、よかったよかった。ついてきてる。え、置いてかれてる。いや、たぶん分かった。なに、本当に。うん、分かった。本当にみんな分かったじゃん。みんな分かった。同じ箱。じゃあどういう時に食べたい、じゃあこれどういう時に食べたいか会話しよう。私も大好き、たぶん合ってたら。うん、私も好き好き。あ、色変わってきました。よかった。
寝かせなかったやつでしょ。そう、まだ起きてる、すごい動いてる。動いてる。まだ全然寝てない。あ、起きてる。よし。人参？人参と、え、でもいいのかな、これ。じゃあこれの日があるうちに次に回します。どうぞ、はい、お願いします。あ、ウォーター、ウォーター、ウォーター入れようぜっていう話ですよ。よ、おお、で、300cc。 もう全然読んでないわ。to the pan when the to the pan って何？パンって書いてあるの。嘘、本当だ、 to the pan。 え、あ、become only food、 なんとか only、 なんかよくわかんないけど、とりあえずなんか分量書いてあるよ。とりあえずもう入れますわ、多分。ウォーター 300cc?なるほどな。え、はい、な、何のオンリー？ウォーター、何これ？ウォーター&シーズニング。え、何シーズニングって？季節？シーズンって分かるの？シーズニング。 To the pan when the food becomes oily。季節のパン。なにその気まぐれみたいな、シェフの気まぐれみたいな。あ、でも水いい感じ、いい感じ。出して、はいはいはい。あとはどうしたね、シュガー、テーブル、え、テーブルズ、あ、テーブルスプーン、フル。おお、ってことはテーブルスプーン、テーブルスプーン、これ、おお、大さじ、テーブルスプーンって、あ、待って、トゥーテーブル、テーブルじゃないのこれ。テーブルだ、テーブル、テーブルスプーンだ、うん、大さじとか書いてないよね。待って待って待って、あ、でもて、え、どうなんだろう、どっち、テーブルスプーンって外国ではさ、普通にやっちゃやるんかな。テーブルスプーン、もういいから、いっちゃう、知らないから、もうフル、フルサイズ、フル、フル、もうこれぐらいで、じゃあいきます、ね、お、もう結構いきます。甘いね。いや、甘そうだな、ちょっとやめようかな、このぐらいでやめよう。もう目分量です。目分量入れました。で、はい、酒、これ絶対嘘だよ。酒入んねん。やめる、すぐやめました。お、テーブルスプーン書いた、酒が入んねん、絶対こっち、絶対こっち、もう絶対、量的に、量的にも絶対こっち。よし、オッケー。みりんが4みりん、3、うん、おいみりん、よし、オッケー、オッケー。でもこれは結構クツクツやるタイプだから、そうだね、もう分かりましたよね。そうさ、分かった分かった、あはははは、あ、でもね、もう分かった、あ、分かった、あ、分かった、うん、これはね、分かった、さすがにね。よし、じゃあこれでオッケー、はい、ね、お願いします。はい、きた。 When it is boiled skim the formfrom the surface。 surface かな、 surface、 surface、 and またスイマー出てきた。スイマー、スイマーじゃないよ。 10 minutes on a mild、 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 medium heat だよ。ここでハート熱くなっちゃう。マイルド、ミディアムのハート。全然分からなかったよ、ね、まあ、ボイルドしてる時にスキム、スキムザフォーム、あ、なんかあそこするよね。これといえば卵じゃね、でもエッグって感じなんだ。そっか、エッグって何、スキムザ、待って、分かった、ここら辺だとヒント使おう。あ、あ、確かに、あった。じゃあ次ヒントを使いたいと思います。忘れてたよ、その存在を。どのヒントだろうね。あ、すごい、いいじゃん、わからない単語を調べることができます。すごい。え、何が一番気になります？単語、単語、単語1個だよね、これ。サーフェス、サーフェス、サーフェスがわかんない。気になる、気になる、一番わかんない。 SUR、 マッチしすぎて、ね、ちょっと40分って書いてました。あ、そっか、あ、そうだそうだ、やばい。さあ、あとパソコンね、たくさん出てくる。おお、パソコンに出てくる。意味、意味、
おばあちゃんあ、そういうことか、意味全く表面、表面だって。え、これだから、じゃあこれ間違えたんじゃない、調べねえ、サーファス、サーフェス、表面ですね。じゃあ何かの表面をってことよ。え、そういうこと、そういうことか。なんかよくやってる、いい女が。知らないっすよ、いい女が。表面ですよ、多分。じゃがいもだと思う。でもじゃがいもは何もしたことも書いてないですけどね。それかなんか表面が浸るまでみたいなのもありよね。なんか表面がこういい感じになるまでみたいな。確かに。玉ねぎはね、沈めとこう。すごい暴言入ってるね。お前は沈めとこう。でも10分だよね。10分およスイマン。いや、スイムじゃないからあれ。表面をつっついて確認しろみたいなことだと思うんだよね。あの焼けたか、焼けたか見えたか。マイルドミディアムハード。それヒート。ヒートだ。あ、中火じゃね？分かって、中火、最初が中火なんよ。だいぶ来てるけど。ね、来てるよね。いいじゃない、そう。大丈夫かな。そうだね。そう、じゃがいもの調子どう？こういう作業のことを言ってるんじゃないのかな。なんか私もそんな気がする。あ、買ってじゃがいも。答え？買って。まだだ、まだだ。まだだったらしい。あね。あ。次見ちゃう？もう一旦じゃあ私行きます。あ、そうだね、うん、で、ちょっとまだっぽいなと思うので、じゃあ待ちましょう。次の見てみよう。じゃあ、ね、見てみます。お願いします。じゃあ、この子の行きます。はい、行きます、はい、3個目これ、うん、シックスでまたテーブル、おースプーン、うんうん、ソイソース、おおー、待って、ソイソースってなんだ。おソイって何？ソイってなんだっけ。ソイって大豆や、大豆。あ、醤油か。おい、ソイソースっていうのか、醤油って。学んだね。うわー、なるほど。で、8分。え、カバーアゲイン。え、マジで。じゃあもう、あ、やってよかったね。6から8分だ。オッケーオッケー。ソイ、ソイ、テーブル、ソイ。で、特に何？シックス。なん、あ、どう？シックス。あ、でも確かに醤油の味強いもんね。6杯。え、本当にこの、あ、大さじなのかな。ね、大丈夫？このね、大丈夫？これの音、あ、びっくりした、今なんか鳴っちゃったのかと思った。醤油の音。私もこの醤油同じと思ってる。すごい今びっくり。え、すごい。あ、今何杯だっけ？やっぱシンガーソングライターが持つと、でも離れちゃう。離れになるんだ。離れちゃうんだよ。いや、え？ほら、すごい。よし。離れてるわ。こちらで音が変わった。7分にしようか。6、8分から8。では、終わりです。よし、ありがとうございました。あ、ね、蓋閉めろって書いてあった、うん、え、めっちゃいい子なってるじゃん。すごい、すごい、すごい。よし、じゃあ次行きます。ラストステップ。使わず来ちゃった。え、開けとくか。開けときましょう。じゃあ、ヒント開けてみます。英文をネイティブ発音で聞くことができる。いらなぁ。絶対チープじゃん。チープだよ、これ。なるほど。うん。あの、で終わった。聞いてます。Add the green beans to the pan to add color。これはチープなやつですね、きっと。わかった。でも、アッドっていうのね、あれ。アッド。チョコレート。グリーンビーンズ。グリーンビーンズ。トゥーデイ。OK。ということで、このグリーンビーンズを、チョップで？チョップで？切るの？切んないか。もう切り終わったもんね。チョップグリーンビーンズ。まあ、入れろってことか。色が変わるまで入れろ。かな。あ、割る。いい音。はい、じゃあなりましたんで、グリーンビーンズ入れていきます。これはカラーっていうの、色変わる。変わったらじゃない。あのさ、私のすごいチープだったじゃん。で、なるの
ノーマルかもしれないじゃん。そしたら一番いいやつ持ってる可能性があるよね。そうだ、ヒント。確かに早く見たいな。じゃあこれで一応閉めとくね。うん、じゃあこれで交代します。はい、ヒント見ていこうか。なんだ、11めっちゃ簡単じゃん。ほんとだ。よし、こちら一応見ていこう。お、英文を…うめ、すごい。英文を機械翻訳した日本語が聞けます。え、これだ、これだから一番じゃない。一番良かったんだ、これ。部分的じゃないもん、全部わかったんだ。でも分かんない、これわかるよね。これマジわかるわ、味見しちゃう。そうだね。ちょっとじゃあ一応ね、一応やっといてみるか。シーンと調整、シーンと調整。シンプルだわ。機械だから。じゃあ機械だからこうなっちゃうんだ。じゃあやります。シーンと調整、調整をしないといけないってことですね、私は。うん、あ、美味しそう、美味しそう。食べたらそう、予想。あれ、間違えた、間違えた。なんかちょっともう一発、もう一発でいいよ。あー、いいね、なんかさ、あ、料理できる、うん、気をつけてね。あ、うまいけども、なんか足りない、足りない気もしてきた。え、なんか足りないかな。あ、うまっ。お、めっちゃ飲んでる。めっちゃ飲んでる。かき混ぜといていいですか、一旦。全然美味しい、もう分かんない。何がいけないのか分かんない。パス。はい、よし。お、なるの。次、サーフイン3This is and finish! お、最後さらに漏れた。おー、いいじゃないですか。ディッシュが分かりましたね。おー、すごーい。さらに漏れた。おー、3等分のね、さらにね、3等分のさらに。お皿で3等分、3等分の皿もやばい。何にも乗らないですよ。じゃあ何かで乗ってください。じゃあもう料理的にはできたってことで。そうですね、もう盛り付けだけです。消えてる、消えてる。でも、うん、もうちょっとさっきの方がよかったな。あ、逆に、うん、見た目いい感じだよ。うん、ということで完成。さあ、それでは完成しましたね。イエーイ。見た目はこちら完成ですね。じゃあこれ何の料理か、みんなでせーので言おっか。はい、これはせーの、肉じゃが。よし、はい、今回料理したのは肉じゃがでした。やった。いや、濃くなってるんだよ、ちゃんと。すごい綺麗だよ、うん、ほら、彩りもいい感じで、うん、それでは試食です。せーの、いただきます。うん、じゃがいも柔らかーい。うん、うん、え、うん、あ、もう、あ、でも甘い、人参もいい感じ。あ、甘い、甘い。うん、うん、え、おいしい、いい感じだよ。あ、めっちゃ美味しい。え、これ大成功じゃん。うん、うん、人参も柔らかいし、ね、人参も、うん、うん、全部いい、全部いい、うん、ホロホロだよ。うん、美味しい。じゃがいもはなんか若干角張ってる。うん、めっちゃ美味しないもんね。どっかにあったんじゃないそれ、うん、なんか謎の単語いっぱいあったもん。玉ねぎがいい。美味しいね。うん、うん、いや、今本当に発表感じて、うん、いや、なんか言葉で伝えるって難しいよね。難しい、英語だったしね。でも日本語も難しいよね。そうですね、うん、いや、その子は歌でいろいろ伝えてるわけじゃん、ね、まあそうですね、歌か書いてるんですけど、作詞してるもんね。曲提供してもらったりとかして、うんうん、歌詞を上からかぶせって書くとき、自分は歌詞しか書かないときとかも、うんうん、言葉をこう探してこうはめる作業をするんですけど、うんうん、結構その難しかったり、うん、まあちょっと新しい曲もあれ、まあ、ちょっと書いちゃいまして、すごい、まあ、これ初回は初めなんですけど、あ、出ちゃいました。それ大事だよ、うん、まあ、で、プラスして、このアルバム、まあ、5月29日なんですけど、リリースが、うん、その
リード曲がアニメのオープニング曲になってます。初めての、はい、アニメのオープニング曲、アニメタイアップが初めて、おめでとう、ありがとうございます。決まりましたか。そのアニメの、まあ、原作はここにあるんですよ。おたまたまね、たまたまです。たまたまで、ね、たまたまそれなの。少女、これもうね、この子めっちゃ可愛いの。この子五七五でしか言葉が届けられない。全流なんだ。そう、ずっと全流で書いちゃうの。もう誰かに何か伝えるときに言葉をこう探しすぎちゃって喋れなくなっちゃうから、五七五でまとめるっていう性格。もうすごくこう不器用なのにピュアで、もうなんかもどかしいの。いじらしいわ、なんか。そう、で好きな子とかもいるんですよ。恋する気持ちもあって、その子とのこうやり取りもすごく可愛いんですよ。登場人物とかどんな感じ？全然なんかもう嫌味な人いないんですよ。へえ。たまにいるじゃないですか、こう濃い色をしてるみたいなとかも全然なく、でもこの二人がこうキャッキャッキャッキャやってるのがすごくほっこりするし、ハッピーだね。めちゃめちゃハッピーなアニメなんですけど、でまあそのオープニング曲、初めてこうアニメタイアップってなったんで、ちょっとこう気合い入れて作ったので、よかったらよろしくお願いします。シルといろいろというアルバムです。でもちろんこれもだし、YouTube、 今同じ YouTube みんな見てるから、ね、YouTube ではね、ミュージックビデオも出てますからね。そうなんですよ、この主題歌のやつもそうですし、いろいろミュージックビデオを今回も作っているので見てください。見ます、お願いします。はい、というわけで今回はその子と一緒に、はい、企画料理をやってきたわけですが、はい、どうでしたか？いや、楽しかったし、自分は意外といけたなってちょっと思っちゃった。自信がついた。自分意外と英語分かったんじゃねって思って。じゃあこれから作詞英語とかでやっていただいて。マジで嫌だ。マジで嫌だ。マジで嫌だ。分からない。日本語が好きなんですよ、常に。結構言葉探すのとかすごい好きなので、これからも日本語で頑張っていきたいなということで、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。と行きたいところですが、ちょっと待ったー。今回の琴の葉の思いに、はい、まあ、かけましてじゃないですけど、はい、私自身も琴の葉の思いを綴ってきました。何その子に手紙書いてきました。のでちょっと読ませてもらおうかなと、やば、思います。めっちゃ嬉しい。やば、何それ、どうしよう。井上園子さんへ、はい、お久しぶり。こうして一緒に共演することが叶って本当に嬉しいです。夢みたいだ。初めて出会ったのがちょうど5年前かな。その頃はその子は制服でギターを弾いていて、今よりも前髪とか長かったりして、そうですね、東京へ出てきて、はい、夢に向かってがむしゃらに天真爛漫に頑張る姿に釘付けでした。ありがとうございます。ご縁があって、というか私がその子大好きだから、いろんなライブにお邪魔させてもらったね。事務所で定期的に開催してたアコギ1本でのフリーライブ、すごく懐かしい。あと大学で写真やってたからよく撮影させてもらったりとかしてたけど、今となっては超貴重だな。オーウェストでのバースデーライブで発表されたメジャーデビュー、17歳の時ですね。昨日のことみたいに鮮明に覚えてます。赤坂ブリッツではたくさんの人たちの前で歌うその子がすごくキラキラしてて感涙しちゃいました。毎年恒例になった井上夏祭りも本当にすごいよね。今年もやるもんね。はい、はい、その子の活躍が今も私の大きな力になっています。心が折れそうな時、幸せな時、その子の歌声にたくさん支えられています。ファンのみんなもそうだと思います。まだまだこれからもその子の魅力をたくさんの人に知ってもらってください。いつも応援しています。ありがたい。PS、その子の LINE が消えたので教えてください。そうでしたっけ。マジ業務連絡だ。最後にすごいの。加藤一華より。ありがとうございました。ありがとうございます。嬉しい、すごい嬉しいです。ありがとうございます。緊張した。もうだって初めてだったの16歳ですから。そうだよね、本当に懐かしい。もうねえ、だって私すごいね、時の、まあ、動画とか残ってて、その一番最初のお会いしたその時のね、そのスネディの時の、もうなんかもうふわーって思います。もう今考えてたら確かにめっちゃなんか全力だったなと思って、すごく初心に帰ります、あの頃のことを考えると。懐かしいです。でもね、ああいう今までがあって今がありますから、自信を持って頑張ってほしいなって、ね、すごい上からみたいになってますけど思います。嬉しいです。頑張ります。ぜひもらってください。ありがとうございます。いただきます。これもこれもどうぞ。あ、ありがとうございます。見ていいですか。いいよ。何ですか。
あ、え、作ったの？作ってない作ってな い, 作ってないごめん買ったですね作ってはない既製品ね、ありがとうそうそう、ありがとうございますめっちゃありがとうございますそれではまた明日の動画でお会いしましょうごきげんよう今日